皆さん、こんにちは。今回は雑な動画編集ながら、もっと紹介です。私の動画編集が雑なだけで、もっと自体は後でも話す通り、しっかりしたものです。今回取り上げたいのは、フォロワーモッドです。アグリップナス氏によるモッドで、モッドのタイトルは、ユニーク、スタンドアローン、アストリッドです。フォロワー機能としては、エゼキエル、マリカ、玉ねぎといったエリートクルーと同じ位置づけの NPC であり、ボーリマのパラディソの最上階で会い、お金を払うことで仲間にできます。アストリッドのバックストーリー及び職業としては、暗殺者です。フォロワー、アストリッドは、アグリップナス氏のスタンドアローンフォロワーモッドの2作目となっています。1作目の試番の時にモッド紹介したかったのですが、時間の都合などがつかずもたついているうちに、2作目のアストリッドまで出てしまった感じです。カスタムボイスのフォロワー作成はボイス関連のデータやダイアログデータを作ることに膨大な時間がかかるので、2週間くらいの短期間で2作品も作るのは、かなり凄腕です。取り上げた理由として、普通は、〇〇フォロワーの見た目が可愛いであるとか、ゴージャスである、という理由でダウンロードされたり、もっと紹介されると思うのですが、CK がまだリリースされていない現時点で、X エディットをベースにスタンドアローンフォロワーを作成しているから、というものです。なので、話の内容も、フォロワーの見た目に関する良し悪しではなく、モッダー観点での内部データの良さ、完成度といった分析系になります。フォロワーモッド作成において一番大事になってくるのは、データとしてのボイスであり、このボイスがフォロワーダイアログを持っているか、が大事であり、基本的に、フォロワーダイアログを持っていないボイスは、フォロワー NPC にできないのですよね。モッド作成観点であると、フォロワーキャラの見た目やスキルのようなステータスなんかは、後からどうにでもなるので、かなりどうでもよく、そんなことよりこのボイス周りの仕様をバニラデータで発掘したり、バニラに存在しない場合は今回のモッドのようにボイスとボイス周りのダイアログデータを自分で作成するなり、バニラデータをモディファイで再構築する必要があり、ここが一番の重要課題なのですよね。今回紹介しているモッドであるアストリッドや、1作目の試番はこの重要課題を CK なしでクリアしている点でかなりすごいので、キャラの見た目ではなく、内部データの凄さゆえに目に留まりました。バニラデータでフォロワー作成となると、スカイリムの時は、男女合わせて8種類くらい選択肢があり、バニラデータを土台にしたフォロワー作成は簡単だったのですが、フォールアウト4であると、オートマトロンで追加されたロボット、ボイスしか汎用フォロワーボイスがなく、ヒューマノイドのフォロワーを作成するとなると、違和感はあれど、このロボットボイスを当てがって、アンドロイドっぽいフォロワーとして作成するか。今回のモッドのように、AI 音声を使うなり、声優さんに音声を作ってもらうなりして、カスタムボイスを作成するしかなかった感じです。最近は、いろいろと AI による自動生成技術が発達して、少し違和感はあれど、自動生成ボイスも活用され、今回のアストリッドといい、1作目の指板といい、自動生成ボイスが適用されています。Do you mind? Save the small talk. I'm not here for idle banter. If you're here to shower me with compliments, save it.I've heard it all. Since I clearly won't be avoiding you spoiling my good time, cut to the chase so I can get moving on to bigger and more important things. ちなみに、スターフィールドも、私がバニラでの汎用フォロワーボイスを探したところ見つからなかったので、DLC で汎用フォロワーが追加でもされない限り、バニラデータのフォロワー作成はできない現状です。バニラデータでしかフォロワー作成能力のない私としては、結構落胆してます。もっと勉強しないといけませんね。そもそも、ボイス周りのデータ作成の大枠的な流れは、ダイアログの文章作成、
各ダイアログをクエストという形で一つ一つプレイヤーとの会話や、戦闘、ロケーション情報などとの紐付け、各ダイアログに音声、表情、仕草といったものを割り当て、といった具合になっており、先ほどから大事だと叫び続けているボイス作成も、何のために行うかというと、プレイヤーとの会話であったり、戦闘中や街中での発言など、ダイアログ全般を作成するためであったりします。我々が普通にゲームプレイしているとあまり考えたりしないと思うのですが、今回のアストリッドのように、大きなクエストなどに関わらない、ごく基本的な動作を持つフォロワーであっても、ダイアログの文章だけで500個くらいあるので、その作成だけでもかなり大変です。X エディットの特定機能を使えば、もしかしたら、既存のエリートクルーのダイアログをうまいことエクスポートして、それらを自動生成ボイスのサイトの方に読み込ませることで、制作の時間短縮を図れるかもしれないのですが、それでもその後のクエストへの組み込みであったりの作業など、かなり膨大な時間を割かれると思います。ちなみに、アストリッドのプレイヤーとのダイアログ全般は、バニラのエリートクルーとは全く別物なので、作者氏が全て文章も自作している点でもすごいです。また、先ほど、キャラの見た目は二の次、と言っていましたが、CK があると、メッシュやテクスチャのエクスポートは比較的容易なのですが、CK がない現状でカスタムキャラのメッシュやテクスチャをうまいこと作成している点でも、かなり凄腕な作者氏であることがわかります。とはいえ、スターフィールドでの初モッドは、パワーレンジャーのスーツなので、ちょっとずっこけたりもしました。ただ、リプレイサーではなく、しっかりとスタンドアローンの防具なので、やはり作者氏の実力が垣間見える一面かな、と思いました。今回はここまでとなります。ご視聴してくれた皆さん、ありがとうございます。皆さんにも、良いスタフィーライフを。